はい、今回ですけども、今回ね、18年っぽいの動画は、K のファッションベアのある動画について、僕の意見をね、言わさせてもらおうかなって思います。はい、久しぶりにね、K のファッションベアの話題なんですけども、まあ、どういう動画をね、上げてたかっていうと、まあ、こちらの動画でね、春夏の、コーデのポイントみたいな、なんか、こうやったら差がつきますよみたいな、そういうポイントをね、K のファッションベアは話したんですよ。まあ、3点。で、その3点の内容が、まず1つ目、大胆にずらす。大胆にずらすっていうのは、まあ、要するに、もう本当に大げさに、まあ、なんて言うんだろうな、その系統、違う系統のアイテムを組み合わせちゃったりみたいな、まあ、そういう大胆にっていう感じですよね。まあ、そういう、それが1つ目。で、2つ目が、こだわりつつ適当に。だから、まあ、その大胆にずらすみたいな感じで、まあ、こだわりつつ、ちょっと適当にサイズ感をやったりとか、まあ、そういう感じですよね。とか、顔と体、まあ、要するにもう夏はもうアイテムがもう単体なんで、 T シャツデニムとかね、だからまあなんていうの、顔周りにアクセサリーつけたりとか、髪型をちょっと奇抜にしてみたりとか、まあ、そういうことをまあ言ってます。その3点ですね。はい、まあそれは全然もう OK、 もうそれはね、俺も共感しました。うん、確かにそうやなって、まあそれしかないなと思ったんですけど、まあ僕のね意見もっとね、ちょっとここでプラスしてね話したいなと思ったんで、ちょっとね今から話していこうかなって思ってね、ぜひ最後までご視聴お願いしますということで、じゃあ早速ね、始める前にいつもやさせてもらってるんですけども、僕のチャンネルね1日2本投稿していまして、18日に1本動画、21日に2本目動画で、でね、僕のチャンネルはね、サブチャンネル、メインチャンネルと分けてるんじゃなくて、メインチャンネルに上がる動画とサブチャンネルに上がる動画をこの1本のチャンネルで配信してますと。で、それが18日に上がる1本目の動画がサブチャンネルに上がる動画で、21日に上がる動画がこのチャンネルのメイン動画になるんで、今日もね21日の動画上がりますので、ぜひそちらもご視聴お願いしますということで、そしてね毎日2本投稿してね、もういろんな動画上げてますので、ぜひねこれをきっかけにチャンネル登録と、これからもご視聴お願いしますということで、じゃあ早速ね、僕の、春夏のね、春夏スタイリング、ポイント、僕なりの持ってるポイントをねちょっと話していこうかなって思います。はい、というね、じゃあ早速僕のね、春夏のスタイリングポイントをねちょっと話していこうかなと思うんですけども、まあ先ほども言った通り、 K のファッション部屋のね言ってるポイントは僕もね共感しました。うん、まあ確かにそれは間違ってないなって思いました。まあそれがね、いやいや違うよって言ったらね、まあ別に僕はねこの動画でねいろいろボロクソ言ってるんですけども、まあ全然ねそれはもう僕も共感できたんで、まあ、ボロクソ言うことはないでしょう今回はね。はい、でもまあ僕なりのポイントもね、まあちょっとあるなと思ったんで、まあ話していこうかなと思うんですけども、まず僕が思うに、春夏、まあ春は言ってもね、まだ、なんていうの、例えば、T シャツだけじゃないじゃないですか。まあスウェットとかカーディガンとかニットとかだから、まあそういうね、まあいろいろね、ポイントはあるんですよ。いろいろ、着崩したりね。でも夏ですよね。夏。夏はほんまにもう上から羽織れるのはない。うん。そんなんしたらもう汗だくでね、もうやばいですから。もう夏ですよね。だから夏の僕なりのスタイリングのポイント、思う、のは1点あるんですけど、 T シャツにこだわる、うん、T シャツにこだわるのが僕なりの夏のポイントですね。はい、だから、まあ、変に着崩したりとか、まあ、大胆にずらす、まあ、こだわりつつ適当にとか、まあ、そういう系のワッションベアが言ってることは間違ってないんですけど、僕は T シャツのデザインにこだわれば、普通に T シャツにデニムとかでも、俺は OK だし、いいんじゃないかって思っちゃうんですよね。うん。なんか逆に、変に着崩したりすると、なんて言うんだろうな。それこそ、まあやっぱり、ファッション、女子受けしたいじゃないですか。多分、その女子受けしたい人が、女子受けしたいファッションしたい人がほとんどだと思うんで、まあそういう観点から言わせてもらうと、そういう風に大胆に崩すと、女子受けが悪くなると思うんですよ。うん。かといって、じゃあ、白 T にデニムとかだったら、ちょっとさ、もう何ちょっとおもろくないじゃん。だから、ファッションを楽しみつつ、なおかつ女子受けもある程度欲しいっていう方に向けて、ちょっと話していこうと思うんですけど、それは、T シャツのデザインにこだわるんですよ、うん、だから要するに僕もめちゃくちゃ T シャツ持ってて、まあ、これはね僕いろんな動画で言ってるんですけど、 T シャツっていうのは夏だけっていうイメージあるじゃないですか、うん、でもそう T シャツは夏にしかメインで着れるアイテムじゃないと僕はそう思ってなくて、 T シャツはオールシーズンメインで使えるんですよ。これどういうことかっていうと、例えば、まあ、夏だったら当たり前ね、 T シャツデニムだったら T シャツメインじゃないですか。じゃあこれを冬とかだったらどういうこと、冬とかだったらどうなるかっていうと、例えば T シャツをインナーに着てカーディガン、
まあ、ジャケットを羽織るじゃないですか。その時ってカーディガンメインとか 上から羽織るものがメインって思うと思うんですけど、僕はそう考えてなくて、 T シャツのデザインを見せるためにあえてカーディガンを羽織って、でも前開けて T シャツのデザインを主張するみたいな、あくまで上から羽織るものあるけど T シャツがメインですよみたいな、そういう着方をすれば T シャツってオールシーズン使えるアイテムだと思うんですよ。そうそう、だからそういう見方ってあまりしない人が結構多いと思うんですよ。で今これを言えば、あ、なるほどねというか、まあ、そこもそういうのもあったねみたいな、そうやって思う人もいると思うんで、僕はT シャツっていうものはすごい、なんて言うんだろうな、結構大事なアイテム、オールシーズン、結構オールシーズン大事なアイテムだと思ってるんで、まあ、その中でもやっぱり夏がね一番メインになってくるんですけど、まあ、その夏、のそのスタイリングのポイントっていうのは T シャツのデザインを、こだわる、例えばバンティーでもいいですし、ワンポイントのやつもまあいいんですけど、まあ、ちょっとそれじゃあね面白くないから、まあ、ちょっとすごい袖までねデザインが あったりとか、もうその何て言うんですか、もう全面デザインが何かしらって、まあ、ちょっと汚れてる感じのデザインとかあるじゃないですか。そういうのを着てタックインして、デニムにタックインとか、カーゴパンツにタックインとか、なんならスウェットパンツに、ラフに T シャツバンティとかをゆったり着て、それこそそうですよね、ちょっと適当に 着こなして、そうちょっとそういう風に見せて違いを見せるみたいな、そうそう、だから要するに T シャツのデザインでいろいろ見方が変わってくると思うんですよ。だからバンティみたいなデザインだったらデニムにタックイン、アメカジみたいなコーデもいいですし、スウェットパンツにラフに、ゆるっとしたワイドスウェットパンツにバンティをゆるっと着て、まあ、ちょっと、ラフなコーデ、やったりとか、まあ、そういう、渋い系のデザインだったらそういう着こなしでもいいですし、まあでもきれいめな T シャツだったらデニムにタックイン、スラックスにタックインとか、そういうのでもいいですし、だから T シャツ単体でもデザインによっていろんな着こなし方ができるんで、 T シャツのデザインにこだわればすごいいろんなコーデの幅が広がるんですよって僕は思ってます。だから僕の、まあ、春は別にね、さっきも言った通りそのまだ基本的にも上から羽織れるものとかあるから、まあ言ってもね T シャツメインで着こなせることもできるし、まあ、普通にねジャケットとかカーディガンとかニットとかそういうのをメインにしてコーデ組むのもいいんで、夏ですよね、夏、本当に暑い時はもう T シャツじゃなきゃもう外出れないんで、まあ、そういう時になったらその時のポイントは T シャツのデザインにこだわって、 T シャツのデザインによっていろんなスタイリング見せ方ができるんで、 T シャツのデザインにこだわれば夏はね結構いろんな着こなし方ができるかなと思うんで、夏に向けて T シャツを今から買いましょう。僕はオールシーズン、さっきも言った通り T シャツをメインにしてコーデ組むんで、冬でもね、さっき言った通りインナーとかで見せるために、だから僕は本当に T シャツいっぱい持ってるんですけど、 T シャツっていうものはマジで本当にいっぱい持っといた方がいいと思う、僕はめちゃくちゃ持ってますよマジで、ほんまに。だから夏でもいろんなスタイリングできるんですよ、見せ方で。綺麗めな T シャツだったら綺麗めに見せるし、渋い系の T シャツだったら渋い系の見せ方するし、本当に T シャツっていうものはすごい結構ね、なんていうの、あんまり買われないって言ったらあれだけど、夏にしか買わないイメージあるじゃないですか。それねちょっともったいないですよ、オールシーズン T シャツ買っといた方がいいと思う。なんなら T シャツ、いろんなアイテムあるじゃないですか、 T シャツ、スウェット、カーディガン、ニット、まあ、スニーカー、シャツとか、まあ、いろいろあると思うんですよね、アイテムのジャンルって。その中でも T シャツ一番買った方がいいと思う、マジで、T シャツによってほんまにコーデの印象変わるから、そうマジで。例えば、まあ、さっき言った通りカーディガンの下に T シャツ着るなら、その例えばカーディガンの下の T シャツがきれいめなデザインだったらきれいめな格好に見えるし、例えばそれがバンティとかちょっと渋い系のデザインだったらちょっとアメカジっぽい渋い系の見え方になるし、 T シャツのデザインでもう本当にその同じコーデでも同じアイテム使っててもガラッと変わるから、だから T シャツを皆さん買ってください、マジで俺めっちゃ持ってるから T シャツ、ほんまにこれはね俺のポイントかな、まあ、ちょっとねぶっつけで喋ったんでちょっと尻滅裂とかちょっと分かりにくいところあると思うんだけど、とにかく T シャツを買ってください、いろんな T シャツ集めてください、でそれをオールシーズン着てください。夏だったらメインで着てもいいし、冬だったら、さっき言った通りカーディガンのインナーに着て、まあ、デザインを見せて、やってもいいから、
ほんまにいろんなね場所で使えるんで、まあ、ぜひ皆さん T シャツをね買ってみてくださいということで、はい、じゃそんな感じかな、うん、僕の僕なりのポイント、春夏のねスタイリングのポイントは T シャツのデザインを、いっぱい持ちましょうということで、じゃそんな感じで今回はね、そういう動画でした。まあ、K のファッションビアがね言ってるポイントもね、まあ、全然ね分からなくもないし間違ってないと思うんで、まあ、それに加えて俺の、ちょっとポイントをね、ちょっとお話しさせてもらいましたということで、じゃあその間でね皆さんのね春夏の、意識してるポイントとかも教えてくださいということで、じゃあね、ぜひ、コメントお待ちしてますということで、じゃあこの動画ね終わりたいと思うんで、今日もね21の動画上がるんでそちらもご視聴お願いしますということで、じゃあこの動画ね終わりたいと思います。